皆さん、こんにちは。佐賀大学医学部看護学科のオープンキャンパスへようこそ。佐賀大学医学部附属病院で看護師をしています。田代彩香です。本日はよろしくお願いします。まずは自己紹介をします。私は佐賀県宮城町育ちの喫水の佐賀県民です。地元の小学校、中学校、高校、大学を経て現在に至ります。 私が佐賀大学を志望した理由は、地元の医療に貢献したかったからです。小中高校生の時は、必ず地域の方が通学路に立ってくださり、温かく見守ってくださっていました。挨拶を交わすことで、地域の方に見守られながら、安心して生活ができていたなと思います。今度は自分が医療看護を通して、地元に恩返しをする番だと思いました。 地域の最後の取り出である佐賀大学病院で臨時実習ができるのも佐賀大学の魅力の一つです。だから私は佐賀大学を志望しました。趣味は温泉巡り、バレーボール、釣りです。学生時代は試験や実習もたくさんある中、これらの趣味を通して息抜きをしていました。病院で行う臨時実習では緊張することがたくさんあります。糸がずっと張り詰めていてはいつか切れてしまいます。 社大生になったら、たまには息抜きをして、勉学に励みましょう。趣味は看護師になった今でも、仕事とプライベートのメリハリをつけるのに役立っています。また、会話のネタにもなりますし、人脈を広げるために何か趣味を持つことは大切だと考えています。皆さんが熱中できる趣味はありますかそもそも、なぜ私が看護師になったのかをご紹介します。一つ目は、もともと医療に興味があったからです。 もしかしたら私みたいな人もいるのかなと思うんですが、医療ドラマが好きでぼんやりと医療に興味を持っていました。ドラマはあくまでもドラマなのでフィクションもありますが、白衣を着て患者さんに対応している姿はかっこよく見えますよね。その時、看護師に憧れの気持ちがありました。二つ目は人が好きだからです。特に子供が好きですが、小児科配属ではありません。 看護師は赤ちゃんから高齢者までの全てのライフステージに関わる可能性があります。ライフステージとは人生の節目で区切ったそれぞれの段階のことを言います。たくさんの人の人生の中で病気をするということは重大なイベントです。環境が異なる全ての人に心から寄り添って親身に対応し、元気に退院していく姿を見ることは心底嬉しく思います。 もちろん、亡くなる方もいます。その時は患者、家族が納得いく最後のお手伝いができるように、スタッフみんなで考えます。ベースの人が好きということは、今仕事に活かされているのではないかと思います。三つ目は、私が骨髄炎という病気になった時の経験から、看護師への憧れをより現実的に持ったからです。 私は骨髄炎のせいで、右手の人差し指が左手に比べて少し短いです。治療の選択肢として切断もあったそうですが、当時小学6年生だった私の将来を思って、主治医や担当医はできるだけ指を残せるように治療してくれました。その時に関わった看護師から、骨髄炎って痛いよね。私もなったことあるよ。点滴痛いけど頑張ろうね。と言ってくれたんです。先生方から、 普通は男の子がなる病気だけどねと言われてた私は女の子がならない病気になってしまったんだと落ち込んでいましたその時に看護師にかけてもらった言葉で私の気持ちは晴れましたし共感の言葉をもたらす効果を実感しました看護師の言葉は偉大だなと思ったエピソードです四つ目はよく通っていた整形外科での看護師からの言葉です当時看護師に興味があった高校生の私は そのクリニックの看護師に、看護師の魅力って何ですかと質問しました。その看護師は、常に変化があって飽きないところかなと答えました。その言葉の意味が当時はよくわからなかったのですが、その変化とは何なのかを知るためにも、看護師になりたいと強く思うようになりました。これが私の看護師になった理由です。皆さんが看護師になりたい理由は何ですか次に、 看護師の仕事内容についてお話しします。私は3回西病棟で働いています。看護師は病院、企業、介護施設、保育園など、たくさんの場所で働くことができます。病院でも通院されている方がいらっしゃる外来や、入院されている方がいらっしゃる病棟、どこに配属されるかで仕事内容が変わります。その中でも病棟での仕事について紹介します。 配属された病棟は心臓病の方が主に入院する病棟です。5年目になった今もこの病棟で働いています。心筋梗塞や心不全、大動脈解離など、病気になったすぐには命に関わるような状態の方が、超急性期を出してから入院する病棟です。心臓病の方は高齢な方も多く、病気とは関係なく日常生活にお手伝いが必要な方もいます。 もちろん急変して精子をさまよう方もいます。そうならないように、日々患者さんに関わっています。手術を受ける方も、心臓の手術は大掛かりなので、不安を抱える方がほとんどです。医師からの説明は必ずありますが、患者さんや家族がどこまで理解できているか、追加の説明は必要か、患者さんや家族が伝えたかったけど伝えきれなかったことはないかなどを確認して、 納得して治療を受けれられるように支援します。それ以外に、他の病棟でも行っていますが、看護師の具体的な仕事内容の一部をご紹介します。皆さんは、看護師の仕事にどんなイメージを持っていますか優しく患者さんに語りかけているイメージですかそれとも、命の危機にある患者さんを目の前に心臓マッサージをしたり、点滴をしているようなイメージですか そのイメージは皆さんが持っている看護師としての価値観に関わることだと思うので、心の片隅にとっておいてください。病棟では環境整備といって、患者さんの病院での生活の場になっているベッドや、その周囲を整える時間があります。吹き上げたり患者さんが使いやすいように配置し、整理整頓を行います。 加齢や病気によって周囲の生理整頓ができないときは特に大切です。また心臓病の人は体を動かす量によっては負荷になります。心臓への負荷を減らすために病棟の外に出るときは車椅子やストレッチャーという小さなベッドで治療や検査の搬送を行います。また採血や血糖測定といった針を使った検査も行います。そして 看護学科に入学して早めに習うことだと思いますが、バイタルサイン測定といって、体温や血圧、指に挟む機械を使って体内の酸素の濃度を測ったりします。バイタルサイン測定で得た情報や、患者さんに出ている症状が明かしていないか、良くなっているのか、新たな症状が出ていないかなどを観察します。異常があれば医師へ報告し治療につなげます。 医師の指示に従って内服薬を投与したり点滴を行ったりします。新たな検査や治療が追加になればその対応をします。臨機応変に対応する力や観察して変化に気づく力が大切になります。どんな人も初めは新人です。初めからうまくいく人はいないので仕事をしていく中で少しずつできるようになります。上の二人で電子カルテを見ている写真は 患者さんに投与する薬剤が間違っていないかチェックしている様子です。左下は注射薬を作成している写真です。右下は患者さんの心電図を見て異常がないかを確認している写真になります。あとは治療に伴って点滴があったり管が入っていたりするので患者さんが清潔でいられるように体拭きやシャンプー、歯磨きのお手伝いを行います。 患者さんはいつまでも病院に出るわけではないので患者さんができることはやってもらって残っている機能を落とさないようにします。また飲み込みの力が弱かったりスプーンを握れなかったりして食事ができない場合は食べられる形で食事のお手伝いをします。また排泄やトイレに行く足の筋力が弱ければ歩くお手伝いをしますし 排泄を調整する機能が落ちて失禁する場合は、おむつ交換を行います。環境が変わって眠れない人や、不安が強くて眠れない人、痛みが強くて眠れない人など、不眠を訴える患者さんも多くいるので、昼夜のリズムをつけられるように、日中はできるだけ起きておくように促したり、静かな環境になるように調整したり、睡眠薬や痛み止めを投与したりします。 仕事内容の最初にも少しお話ししましたが、患者さんや家族が納得して治療を受けられるように訴えを聞いたり、必要ならば補足説明をしたり、医師に協力を得てもう一度説明してもらったり、患者さんや家族の代弁者としての役割もあります。勤務時間内に患者さんに行った看護を電子カルテに記録として残したり、 入院に関わる書類に記載したり、事務仕事も行います。また、日本全体で高齢者は増加傾向にあり、一人で住んでいらっしゃる高齢者もたくさんいらっしゃいます。退院して生活ができる状態なのかを入院時点で考え、必要な手続きの提案や社会保険を使ったサービスの利用を提案することもあります。佐賀大学病院では、退院支援の専任看護師がいるので、 そのスタッフの協力を得ます。一部を紹介しましたが、看護師の仕事は想像できましたか看護師になると、様々なライフステージの人と関わり、いろんな考えを持った人の人生での大イベントに立ち会います。大学生までは基本的に同世代の人と関わることが主でした。でも看護師になってからは違います。成人の病棟に配属になれば、 人生の大先輩と関わります。大きな病気をして落ち込んでいる方、家族や友人の支えもあって前向きに病気と向き合おうとする方、孫の相手をしたいからと辛いリハビリも頑張っている方など、たくさんの患者さんと出会います。私たちは入院中の一瞬しか関われませんが、患者さんにはこの先の人生、もしくは余生をどう過ごすかがかかっています。 患者さん、家族が病気と向き合いながら悔いなく生きられるように支援できるのは看護師の醍醐味だと思います。たった一回の人生の中で、たくさんの生き方、人生に触れられる看護師という仕事を通して、私はたくさんの価値観に触れました。また、患者さん、家族が納得する治療を選択するためには、悩んでいることも安心して話せる関係性が必要です。話を聞くといっても、 どんな態度で、どんな表情で、どどんんなな表情声かけをしながら聞くのが大切なのか一人一人異なりますさまざまな価値観に触れコミュニケーション力が向上することで人として看護師として成長できているように感じます皆さんがここに足を運んでくださるということは看護師に興味があるからだと思います まだ看護師の仕事はぼんやりとしたイメージしかないかもしれません。私の話を通していくらか想像できれば幸いです。入院中頼りにしてもらったり、感謝されたり、元気になっていく患者さんに関わったりすることがやりがいになっています。生まれ育った佐賀県で少しでも恩返しができればなと思います。皆さんも佐賀県で佐賀大学医学部看護学科で勉学に励み、 看護師を目指しませんか臨時実習でお待ちしています。ご清聴ありがとうございました。